スメディア国評、彼は韓国の産業スパイ。パリ・サンジェルマンがバルセロナに2対3とホームで敗れたチャンピオンズリーグ準々決勝第1レグで先発した韓国代表ミッドフィルダー、イ・ガミンについて、フランスのメディアから国評が相次いだ。これまでも韓国の秘宝に辛辣だった、RMC スポーツ、ダニエル・ヨーロ記者もその一人で、今度は広告を下ろした。イ・ガミンは全ての人の秘密ファイルを持っているのだろう。韓国から来た産業スパイがパリ・サンジェルマンを脅かしている。イ・ガミンは強いプレーをするんだ。彼が本当にハイレベルな選手なのか？ビッグクラブにいると求められるものも高くなりますからね。ガミンはクオリティを求められるチームよりハードワークを求められる中位クラブの方が合ってると思う。確かに左足の精度や一瞬のひらめきは目を引くものがある。そもそも韓国ってスポーツに限らず売り込み方が過剰評価を基本としてる。孫フンミンとかはメディアに過剰な反応と報道を控えてほしいとお願いしてたし、そのうち大きな問題にもなりかねないと思う。遠藤や冨安だって負けた試合だとイギリス紙にボロクソ叩かれてるけど、日本のメディアはいちいち反論はしないですよね。産業スパイってのは国に対しても侮辱的な言葉だと思う。韓国メディアくらいじゃない、よその国のメディアの評価を批判するのって日本のメディアがマシに思えるからすごいよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。